手のひらに向かってふーって息を吐きかけてください。6拍間やるので、後半ね、1、2、3より大きく強くしてください。2、3。最初からそれを感じて吐くのやってみましょう。そう。最初から。テンション、トーン、勢い、量を減らしてらっしゃったので、しつこい人になってほしいですね。そう。指を変えたり、あと倍音が変わるところって、振動が影響を受けやすいので、余分に琥珀よ。そうです。その音を変えるのに、上げるのに、それぐらいギアを変える必要があると言いますか、それをやらないでいると引っかかったりとか、後からなってきたりとかするわけですね。やりすぎるとどうなるか、今2、3箇所起きてたんですけど、上の音にひっくり返るだけなんです。思ったより高い音が楽に出たっていうことでもあるので、そこがこう加減を学んでいくところになりますが、でもその加減っていうのが、結構全速力で運転しながら学ぶ加減といいますか、ブレーキを踏まずに比喩です。